イデラ特派員の沢です。今日は小岩駅南口にある曜日限定でお食事ができる一軒家のお店に行ってみたいと思います。一軒家のお店って一体どういうところなんですかね。それでは早速行ってきます。リビングルームカラフさんです。それでは早速中に入ってみたいと思います。コイデラ到着しました。こちら日替わり定食です。もうどれも美味しそうなので早速いただきます。ではまず、そうめんシュウマイからいただきます。美味しそう。うまさ。いや、口に入れた瞬間は、よく今まで味わったことないような感覚、この周りにそうめんがついてるので、なんですけど、こう一口噛むと、中の肉汁と、あ、ちょっと味がついてるってことなんですけど、その味がじわって口の中に広がって、本当に美味しいです。メインのスープカレーいっちゃおうかな。うまさ、いや、これもう、いや、本当に一言で言うなら、体に優しい味。結構スープカレーって私が今まで食べたことあるやつってちょっとドロッとしてて、お腹にずっしりくる感じなんですけど、これは本当に舌触りもすっきりしてて味もマイルドになっているので、本当にザ健康って感じです。本当に、うん、いや、美味しい。ご飯と一緒に、なんか体にいいことしてるなって感じがして、すごい幸せです。小松菜のヨーグルト和え、いってみたいと思います。ヨーグルトなんですけど、なんか個人的には、若干少しチーズっぽい味がしました。で、食べた後に少しピリッとして美味しいです。もう暑い夏とかに食べたくなるような、そんな味がします。では続いて、ゴーヤとみょうがの和え物、和え物。いや、もうどれも美味しい。ゴーヤって結構苦味があってあんまり得意じゃないんですけど、これ結構甘みのあるゴーヤで、しかもしらすとゴーヤってこんなに合うんだっていう、びっくりです。
美味しい。これはお漬物のキュウリ。これなら私も100個ぐらい食べられる、このキュウリ。なんか浅漬けよく家でも作るんですけど、なんかタイミング逃すと結構酸っぱすぎて、おって感じになるじゃないですか。本当にこれは、なんて言うんですかね、さっぱり食べられる、まさに旬って感じ伝わるかな。伊達巻きをいただきます。いや、おいしい。口に入れた瞬間にこう歯を使わずともふわって広がるんですよ。その瞬間にこの伊達巻きの甘みが口いっぱいに広がって楽しいです。よかった、半分残しといて今日は健康食ランチをいただいているわけなんですけれども、結構なんか健康に気を使うっていうのはすごく大事だなって思うんですね。結構小さい時から健康食とか自然食とか、あとは去年からはビーガンとかにもハマっていて、そういったご飯を食べるようにはしてるんですけど、個人的に一番気を使ってるのは炭酸飲料。炭酸飲料を飲まないっていうのは結構小さい時から徹底してるんですね。単純に小さい時は炭酸のシワシワ感がすごく苦手で飲めなかったっていうだけだったんですけど、そこから飲めないっていうところから飲まないっていうところに変わっていって、今でも炭酸飲料は全く飲まないですね。運動した後とかに炭酸飲むと結構気持ちいいっていう風に友達とかみんな言ってるんですけど、私は麦茶とか 100% のオレンジジュースとかを飲むのが気持ちいいなっていう風に思いますね。で、なんか最近ネットの記事で炭酸飲料を飲んでる人ってこう老化するのが早いっていうのも見たんですよ。だからちょっとこれからも徹底していこうかなっていう風に思ってます炭酸は飲めないんですけど、サワーは飲みます。サワーだけに。日替わり定食完食しました。いや、もう心も体も満足です。今日はリビングルームカラフさんで日替わり定食をいただきました。いや、今まで取材した中でも一番健康的なご飯だったんじゃないかなと思います。本当にどれも健康的なんですけど、味もしっかりついていて美味しかったので、お腹はいっぱいなんですけれども、なんか体にいいことしたなっていう幸せな気持ちに今浸ってます。ということで、皆さんぜひリビングルームカラフさんに足を運んでみてください。